さんこんにちは、サンディです。今日はエブリデイメイクしていきたいと思います。で、今回は秋バージョンをしていきたいと思います。で、今回はいつも早送りしたりするんだけど、今日はお話をしながら直接説明しながら、でも多分どこかで早送りはあると思うんだけど、多分ほとんどアイシャドウのとことかは早送りすると思うけど、お話をしながらエブリデイメイクをしていきたいと思いますので、今日はちょっとビデオが長くなるかもしれない。でもできるだけ15分、10分には収められるようにしていきたいと思います。 Bueno, este video lo voy a hacer en japonés. Se trata de mi maquillaje del diario, algo así, en versión otoño.Es un maquillaje que cuando quiero salir así algo rapidito me hago, y voy a estar hablando en japonés, pero ustedes pueden ver más o menos el paso, que casi es lo mismo de siempre, solo que cambia los colores, y voy a estar mostrando los productos que uso. Así que bueno, vamos a empezar. You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you.はい、では始めたいと思います。で、今回はまあ日本国内で買える商品もあれば海外のものもあるけど、まあ説明していきたいと思います。で、まずはこちらビオデルマの、クレンジング水、拭き取り化粧水のもので、この青いやつを使ってます。敏感肌なのでっていうのもあるし、混合肌だし、まあそんなんこんなんでこれを使ってます。で、ちなみにこれをドンキで買うとめちゃくちゃ安いです。確か1980円、1キュッパぐらいでした。多分普通のとこ、他のとこで買うと、そう、ここ道路が近いからね、道路の音がするかもしれない。で、そう、普通に買うともうちょっと多分高いと思うんだけど、ドンキで買ったら、全部のドンキにあるかわかんないけど、そう、ドンキには結構安く、うちの地元のとこは安く売られてましたので、おすすめです。で、一応もうお風呂入って顔はさっと洗ってあるんだけど、一応拭き取りをちゃっとします。で、コットンはザ・ボディショップのやつの大きいやつを使ってます。で、拭き取りしたらこっち、これなんかオールインワンのやつなんだけど、ブルームボックスで来たやつです。なんかジェル、オールインワンジェル、美容液だけど、なんかこれ下地としても使えるって書いてあったから、今はもうずっとこれ来てからずっと使ってても、これくらいなくなりました。で、あまりつけるとペタペタしちゃうから、2プッシュぐらいします。で、早送りするとこは早送りします。だからほとんど喋ってないとこは早送りします。うん、やっぱりね、ワンプッシュでよかったあんまりつけるとペタペタしちゃって、あとでね、ファンデーションによってはベタベタしちゃうから、ちょっとこういうのには気をつけましょうジェルとかクリームの時はいっぱいつけてもしょうがないから、本当にベタベタしない程度でも、これね、ずっとこうやって塗ってると馴染んできます。うん、馴染んできた。で、結構ほらプルプルになります。はい、鼻くそついてましたはい、で、次はこれはね、日本のメーカーなんだけど、セザンヌね、セザンヌなんだけど、めちゃくちゃいい、これ大好き。これよくさ、最近レブロンとかいろんなメーカーのやつで毛穴の下地あるんだけど、これめっちゃおすすめ。だって安いし、どこにでも売ってるし、コンシーラー付き、でもコンシーラーの仕事はそんなにしないんだけど、実際問題でも毛穴を隠すのはすごくいい。で、こういうのはどこで使うのってね、この毛穴目立つ T ゾーンですね、私が使うのは。なんで自分がね、顔を見て毛穴目立ってなーと思ってそこに塗ってください。で、
まあ、コンゴ肌の方はだから脂っこいところで、あの乾燥気味のところはまた違うやつを使ってください。あの乾燥してるところにこういうあの毛穴のやつやるとねポロポロになっちゃうからあまり良くないです。はい、でこれ塗ってちょいちょいね切っていかないともう時間がやばい。でこれは最近さもうロフトとかでも売ってるでしょ。私なんかねどこだっけ忘れちゃったけど、なんか化粧品とかいっぱい置いてるお店で買ったんだけど、こちらを今日は使っていきたいと思います。今もうねこれだからロフトでも、うん、あるんだよねでこれねすごい好きなのがあのなんかなんだろうセラム的な感じなの本当に。なんだろう本当にセラムって感じ、美容液みたいな。だからこうやって流れてっちゃうのね。でそれがすごいね扱いやすくて好きで、カバー力もまあまあいいですよこれで。これねレビュー動画してます。まあまた上のとここっちのとこに載せておきますので、もしよかったらね画面を押すと、スマホから見てる人はスマホのその今のこの画面を押すと右上のとこに愛のマークが出てきて、そこにたまにねおすすめの動画とか載せてるので、よかったらそこから飛んでみてください。でパソコンから見てる人は多分もうすでに愛のやつが出てきてるので、そっから飛んでいってってください。でファンデーションは最近はもう本当にもう中心のとこだけこうやってペタペタっとワンプッシュの量だけこうやってのせて、まあみんなが持ってるものでいいです。やるのは私はビューティーブレンダー最近買ってもう嬉しくて嬉しくて、最近ビューティーブレンダーばっかり使ってます。でもみんなは持ってるものでは全然いいです。でねビューティーブレンダーさ高いのね。高いし海外の通販でしか買えないんだけど、本当にいいのかなと思ってさずっと気になってて、それで買ったんだけど、いいよ本当にね全然違う。あのねいろんなメーカーのやつとか、それこそ安いやつとかもいろいろ最近っていうか前から使ってきて、日本で買えるやつワンコインのやつも前にレビュー動画したんだけど、うんそれも使ったし、あとまあみんな知ってるさリアルテクニックスのやつも使ったし、前話したアリエクスプレス中国のサイトで買ったやつとか、まあ、いろんなとこのスポンジを使ってみたことあるんだけど、結論言うと、うん、やっぱビューティーブレンダーが一番すごい。なんですごいかっていうのは、まずあこれまた動画にしたいけどここでささっと言うね。あのね水含む前にもうすでに柔らかいし、水含んで絞るじゃん。他のスポンジだとやっぱまだ濡れてる感があるんだけど、これ絞るとあれ本当に水含まれてるってぐらいになんか絞り切った感があるので、だからそんなにさ商品がさなんかみずみずしくならないし、ここに残る分も結構少ないの。まあこれ黒だからすごい目立つんだけど、あとは柔らかい、本当に柔らかい。他のと全然違う。多分ね使ってるものが材料が違う、うん、全然違う。はいこんな感じで今全部塗ってみました。で軽くコントワリングしていきたいと思います。でね今日さ美容院行ってくるんだよね。だからちょうどいいから撮ろうと思ってたんだけど、今日美容院行ってくるのだからこの髪型で見るのは最後になります。でこれはね日本でも買える。で海外コスメのシティカラーになります。でこれでコントワリングしていきたいと思うんですけど、これねなんていうとこだったっけ、レインボーなんちゃかっていうねなんか雑貨屋で買いました。でどこにあったっけ、東京の原宿だかにあったかな。で私買ったのは名古屋のイオンなんだっけ、モゾ
ワンダーシティだかだかってだかだかだかっていうとこ、うん、で東京もあるらしいんだけど、まあ、ホームページあったら載せておきますね、下のとこに。でそこはね結構ねシティカラーを置いてあって、しかもさ大体ね日本にさ海外コスメ持ってくるとみんな高いのね。やっぱこの便で長くなるわそうみんなさ高くなるの。まあそれはさ仕方ないんだけど、これはねほとんど向こうと同じ値段なのね。物によるんだけどほとんどで、これとか多分400円か500円ぐらいだったので、大きさはこれくらいなのね。もう比べると MAC のこのハイライトと同じぐらいの大きさで、これ持ってる人は多分わかると思うけど、これくらいの大きさです。なんですごいよねすごいよ、コスパめっちゃいいもんね。で、これやりやすい、この色すごくいい。色はチークって書いてあるんだけどね、マットブラッシュトーストココナッツ、これです、これです。そうチークカラーらしいけど、チークに使わないねチークには使わない。こんな感じ、てか耳がキンってしてきた。で、はい、チーク軽くします。あ、じゃあその前にこれね、エルフのこのハイディフィディフィニッションパワー、パワーじゃない、パウダー、うん、っていうパウダーがあるんだけど、これアイハーブだっけで買います。めちゃくちゃいいです。なんでかっていうと、まあルースパウダーなんだけど、こんな感じのルースパウダーなんだけど、すっごい細かくて、あのなんだっけ、ベーキングメイク、ベーキングメイクとかにもいいし、まあ、毎回ベーキングメイクしてるわけじゃないんで、私もねそんなんずっとねベーキングメイクしてたらね毛穴が詰まりすぎてね、ダメよなんでそれは本当にね、あもう絶対今日は絶対もう持たないといけないっていう日だけ、とか、あと写真の撮影とかさ、まあそんなモデルじゃないからそんなのないけどさ、まあ、まあ YouTuber の人はねビデオとかでするからね、やっぱ照明とか、今日は照明使ってないんだけど、照明とかに当たってね光るの嫌だなとか思ったりする人とかさ、そういう人で、私は今この春姫のこのこれで今軽くペッペッとさっきの量をまんべんなく塗ってます。で細かいからね全然白く、白いのに白くなる、うん、なんかお化けにならないでしょ。でいい感じに馴染みました。はい、ね、ほんと長くなるねこの動画でこの間にねこれを塗っていきたいと思います。この見えるかな、はい、これをこのリップを塗っていきたいと思います。今ね海外で流行ってるの、トゥーフェイスっていう海外のコスメあるんだけど、ちょっとまあハイブランドじゃないけど、まあちょっと高いよね、うん、まあプチプラじゃないんだけど、っていうのがあって、あれだよ、メイクアップレボリューションっていうさ、メーカーが最近流行ってるじゃん日本で、あれがさパクった元、パクった元って言っていいのか分かんないけど、イメージした元のところ、あのチークとかあるじゃんハート型の、あれってそうどっちかって多分みんなツーフェイスのイメージがあるんだけど、そうそれでそこをさイメージしたんじゃないかとみんな結構言ってて、まあ、いろんな商品も本当に言ってるんだけど、そうまあそれでそこのとこがねなんか口紅がでかくなる、なんかぷっくりになるっていうリップグロス最近出してて、今ちょっと海外で話題になりつつあるんだけど、でもそれ持ってないし、で前にこれねドンキのなんかとこで買ってなんか安くなってて600円ぐらいになってたやつで、なんかこれもなんかディオールのやつとすごい似てるってやつで、なんか唐辛子の成分だから何か知らないけど入ってるやつらしくて、なんか美容液らしいです、韓国のやつらしいです。バフィリップセラミコラーゲインですって、っていうのをちょっと最近ねやってます。で私買ってあったけど全然使ってなくて、で確かにピリピリはしない、なんかツーフェイスのやつとか他のやつはピリピリするらしいんだけど、これは別にそんなに、人によるかもしれないけど私はそんなに
ピリピリしないです。チークに行きます。私はね、最近というか前からだけど、先に顔作ってからアイメイクします。てか電池やばいな、ほんとさ、カメラの電池すぐなくなる。多分さ、このカメラ結構前に買ったんだけど、それもあるかもしれないね。で、眉毛やってきます。で、最近はいつもはアナスタシアのやつ使ってるけど、最近はこのカラーポップのポマードを使ってます。ペンシルも買ったんだけど、なんだかんだでやっぱねポマード使っちゃうんだよね。おすすめだよ、すごいね、初心者の人でも全然扱いやすいと思う。ちょっと筆にとってやるだけ。ここちょっとカットするね、長くなるから。もし私の眉毛の作り方、描き方知りたい人はこのアイマークのとこにもその動画載せておきます、はい、で、眉毛なんとなくできました。うん、でね、なんだっけな、ね、日本で買えるポマードだとマックも出してる。マックもこういうポマードを出します。あとは自分の持ってるアイシャドウとかでもできる。自分の筆に水とか化粧水とかなんかそういうの吹きかけて、でちょっと自分のアイシャドウとかそういうアイブロウ用のやつをちょっとやると、まあ、濡れてポマードみたいな感じになるので、そういうやり方もあります。はい、でこれができて、今日はどうしようかな。とりあえずこのね、最近この箱に入ってるんですけど、このパレット1ヶ月半前ぐらいかなに買って、レビュー動画をしたんだけど結局上げてなくて。そうで、これね、海外の YouTuber と、BH コスメティックっていうところがコラボしたパレットです。で、レビュー動画見たいですかね。一応これと違うパレットとあとリップとかを買ったんですけど、もしよかったら、まあ、そのレビュー動画あげます。また撮り直しね。で、こういうこれがね、結構話題になってるのがカイリーのやつがすごい似てるやつで、もともとこっちの方が先に出して、今カイリーが結構言われてるのね、パクってんじゃねえかって。だからカイリーのやつ買えない人はこっちの方が断然安いので、まあ、海外通販になっちゃうんだけど、でもちゃんとしたところでちゃんと届くので、これで、これのすごいのはカイリーと違うところね、下にもあって、ちゃんと鏡ついてもそうなんだけど、こういうリップカラーがついてます。で、すごいリップカラーも、マットじゃないんだけど結構持つやつで、すごく可愛いカラーになってます。で、今日はここのアイシャドウを使っていきたいと思います。で、ここはちょっと早送りしたいと思います。 OK、 最初だけちょっと言いますね。ちょっと口で言います。まず最初のアイシャドウは指を使っていきたいと思います。なんでかっていうとね、カラーポップのこれもこのアイシャドウもそうなんだけど、こういうマットじゃないカラーとかもそうなんだけど、指でやった方が発色がいいっていうか、なんかすごい私はそれが好きです。なので適当にこうやって、で指でうまくいってないなと思ったら、こういう筆とか使ってちょっとぼかしてあげても大丈夫です。ちょっとね、みんながみんな同じようにできるわけじゃないからね、全然筆でやりたい人は全然筆でやってもいいですよ。こんな感じでぼかしてって、下もやっていきたいと思います。で、下は普通の茶色を使っていきたいと思います。同じ色じゃなくて。で、同じパレットの
この茶色とこの黄色をちょっと使っていきたいと思います。まずは軽く黄色の方をのせていきたいと思います。でこれは筆使います。ちょっと細かいところなので、まあ指でもできるんだけど小指とか使えばね。で黄色をのせていきます。なんかさ枯葉っぽい感じをイメージってしてる黄色い枯葉みたいなのって結構かわいいなって感じで結構好き。まあ紅葉もいいんだけど、紅葉見に行きたいな、京都行きたい。なかなかさ行けないんだよね紅葉とか見に。まあ行きたいな、京都行きたいな。いつもね秋来るとね京都行きたいなって思うんだけど、なかなか行かないんだよね。よいしょ、はい、こんな感じで軽く黄色を塗ってから茶色を塗っていきます。茶色どうしようかな、とりあえずこれでどうしようかな。とりあえずこういう平の筆でちょんちょんと混ぜていきたいと思います。見えるかな、こうやってちょん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 と乗せていきます。両方ね、ちょん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 と乗せていったら、こういうのでさっき使ったここに使ったやつで、なじませる感じ。いい、いい感じで、最近ね買ったやつでホットビューラー使ったんだけど、ホットビューラーじゃなくて普通のビューラー欲しくて友達に勧められたやつで買ってみたやつで、すっごい良かったやつ。私のまつげ結構カールしにくいんだけど、これ買ってみました。サナースプリングパワーカラーですを買ってみました。これすごいいいです。カールしにくい私でもカールしますなのでカールしていきます。はい、レンチがやばくなってきました。で、はい、これはずっと使ってて大好きなやつ、スケートのホワイトの下地、ラッシュなんちゃが、ラッシュマキシマイザーを塗ってきます。でここから一気にアイライナーとまつげをしていきます。なのでいきますよ、ドン。はい、こんな感じになりました。でまつげはそんなになんかカメラの子目立たないんだけど結構カールしてていい感じでまつげつけましてもいいし、つけましなくてもどっちでも OK で、こんな感じでラインもねいつもよりはちょっと細めにしてます。でこっからさっきの美容液、はい、さっきの美容液を取って、最近ヘビロテのこちらのカイリーのグラスを使っていきたいと思います。これはアミちゃんっていう子、 YouTuber の子なんだけど、すごいセクシーな子なんだけど、その子の抽選会プレゼント企画ギビアウェイの企画で当たりました。なのでこれはまた違う時にレビューをしていきたいと思います。これと違うメタリックのやつをもらいました。ありがとうアビちゃん、本当にこれずっと使ってる。でちなみに色はドルチェ系っていうやつです。でこれはオリジナルのやつで、最近は偽物本当に超で回ってるんだけど、ちょっとね比較動画しようかな、偽物と本物。まあみんなやってるんだけど、最近ねありでも結構厳しくなったのか、あまり見かけなくなってきた感じ。まあなくなった、ありでなかったら、まあ、eBay とか
ウィッシュとかそっちの方で探してみようかなと思います。はい、でヘリコプターちょっとカットね。でその前にね、ハイライト塗ってこ、そう、口紅の上に塗るの忘れてた、ハイライトするの忘れてた。今日はマックのやつを使っていきたいと思います。こちらのやつ、もう底が見えてるそれくらい好きなハイライトです。多分マックの中では一番好きなやつかな。これくらいつけて、ハイライトつけるの最近ね、可愛いんだよね。ただ私のビデオの時あんまり反射してくれないから、角度の問題なのかわかんないけど、ハイライトつけてる感じじゃない感じしちゃうから、ちょっと嫌だなって思うんだけど、一応こんな感じで、はい、で鼻先もちょっとつけて、軽くね、軽くこんな感じ、ちょっと出っ張ってる。でも今日あんまりここ、あ、そっか、ここはやってないシェーディング、まあいいや、いつもやってるわけじゃないんだけどね、シェーディング、そんなにコントアリング、こんな感じでちょっと中二のここの、ここに寄せるイメージだね。たまに失敗するとすっごくのこれがね見えない時があるんだよね。よし、で帰りのやつで、こうなんか耳鳴りがするな、すごいやだ。でね、この帰りのやつ本当に良くて、本当に良くてね、私口紅がねそんなにぷっくりしてないからさ、上はちょっと線よりこうやって、なんかわかる、ここもさ、うんって感じだけど、ここは微妙にこうなってんだよね。ちょっとそれを対象にしよう。うん、わかんないちょっとね、それが最近気づいたよ、自分の唇が対象じゃないこと。なんか上唇だけちょっとさ、ヒアルロン酸とかしてみたい。そうだから最近ね、その美容液グロスみたいなのつけてるんだよね。いや、ほんとカイリーのリップさ、手に入りづらい商品なのね今。まあ今はもう大丈夫、でももうそういうイメージしかなくてさ、絶対私買えないんだろうなとか思ってたから、すごい嬉しかった。でこの色がすごい可愛くてね、前回のバッグの中身紹介の時に使ってたんだけど、それでね、なんか聞いてきた子いたんだよね、そこ使ってるリップどこのですかって、そう、カイリのでしたっていうね、こんな感じで、これで乾いていきますので待ちましょう。でもそんなに待てなくてもすぐ乾くんだけどね。はい、多分ね5秒ぐらいで乾いた、こんな感じ、すごい可愛いよね。ちょっとつけ足しちゃおう、ここ、いいね、いい感じ。こんな感じですかね、うんうん、はい、まず可愛いわ、このカイリグロス、マジいいわ、マジいいわ。もうね、ちょうど何、秋にちょうどいい色って感じでね、これ去年のね、去年 H&M で買ってね、なんかこれ今着てるもんだって、もう寒くない、最近寒いんだよね、本当に寒い。まあこんな感じで、はい、秋のエブリデイメイクでした。よかったかな、だいぶ長くなっちゃったんだけどね、ごめんね、だいぶ長くなっちゃったけど、まあいつもと違う感じでいいんじゃない。いつもだいたい後から声入れてるから、アフレみたいなカーブ号なのか、こんな感じです。で
この髪型は今日です最後で、今からちょっとバッテリー充電して購入品紹介しようかな。最近のつってもダイソーが多いんだけど、ダイソーの新商品とか買ったから、いろいろそれのビデオを撮っていきたいと思います。ずっと鼻毛出てたから、